絆のアリル。最終回はなんだかんだ良かった。一回解散して、ミラクとの過去を思い出して、もう一度集結するところは、定番だけど熱かった。ミュージックビデオもまあまあ良くて、もう少し話題になって欲しかった思いがあります。来週は重大発表らしいので、何が来るのか楽しみですね。以上、絆のアリルのお話でした。